玉野競輪開設73周年記念瀬戸の王子杯争奪戦いよいよ最終日を迎えます。決勝戦、今回は中四国勢と関東勢が非常に充実している中だったんですけれども、準決勝が激戦も激戦を極めて、決勝戦は、3分戦になりました。まあ、それぞれの、まあ、地区、まあ、中近勢に中本翔英、関東勢に佐藤隆二という形になるんですけれども、中国、岡山の鳥取優吾、岩津優介と広島の松浦裕二が、結束してどんな戦いを見せてくれるのか、特に鳥取優吾、この何年かの思いと今、鳥取がここで結果を残せるかどうか非常に注目を集めます。相手は本当に強い、特に山口県や、状態を戻しているのでこちらも狙いたいというところなんですけれども、非常に悩んだところですが決勝の狙いを出していきましょう。決勝12レース並びですが、3番5番8番山口県や村上博之、中本翔英、7番1番4番鳥取優吾、松浦裕二、岩津裕介、9番2番6番増地匠、平原幸太、佐藤隆二、3分戦になりました。鳥取優吾が、準決勝3着で勝ち上がりを決めた後にものすごくこうピリッと一枚違った顔つきに変わったと私は感じました。まあ、11、12が終わっていない中だったんですけれども、今回何としても優勝をしたい、その今までにやってきたこともあるし優勝してふさわしい、そんな選手になっています。相手はもちろん強烈ですけれども、今回は松浦英二の一番車を生かして、まあ、先行やはり増地匠が積極策取りそうなので中段をしっかり取る、山口健也を7番手置いて中段からまくる、まあ簡単にその増地平原を超えられるというのも、わけではないんですけれども、今回の鳥取の状態と気持ち、そこを含めると地元の思いが炸裂、鳥取優吾は悲願かなって優勝を手にすると推理します。優勝7番鳥取から、2着は1番松浦、2番平原、3番山口信也と3点にして、3着は全21点で狙います。まあ、ちょっと地元の応援というような気持ちも含めて鳥取優吾を狙っている形にもなるんですけれども、それでも本当に鳥取はここを取ってより上を目指していける選手、そういう確信はあるので、ぜひ鳥取から狙う方も多くいてほしいなと思うところです。ただし増地がしっかり勝てて番手の平原が優勝というシーンも可能性は十分あるし、山口健也はこの初日2日目からのこの立て直しで良さすごく出ています。山口健也が S 班としてこの結果を出すシーンも十分ある、まあ、他の選手がどんな風に絡んでいくか非常にもう楽しみで仕方ない決勝戦、皆さんもとにかく楽しみにして待ってほしいと思います。